はい、どうもラモックスです。今回ですけども、前回の、団らんバカで、話をした LSD についてですね、その後質問がいくつか YouTube のコメントであったり、直接いただいたりしたので、その辺を詳しく話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではまず質問なんですが、 LSD 後は流しをした方がいいですか、動きが小さいまま終わっても問題ないですか、という質問に対して、僕はこれは問題ないというふうに答えています。むしろ LSD の後に流しをすると、僕の中では怪我のリスクが高くなるんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、その理由としては、まず通常の動きの大きさってのが、例えば普段のジョグをした感じが通常の大きさ、これを5とします。で、スピード練習をしました、例えば1000メートル5本とか、400メートル10本やりました、流しをしましたっていう動きが大きくなっていることのところを数字で言うと10の方にします。で、動きが小さくなっている今回の LSD とかで、まあキロ8分とか10分で走りました、それを2時間とか2時間半3時間ぐらいやりましたっていう状況が、動きが小さくなっている1とします。で、その場合1から例えば流しをしますって言って7ぐらいの動きをした場合、このギャップが激しいので、それって結構怪我のリスクは高くなるよねと。で、実際に僕も LSD の後に流しをやったことはあるんですけども、やっぱこう筋肉とか関節の動きはすごい悪くなっていて、本当走っててもいつも通りの走りができないですし、まあその中で無理やりペースを上げるっていうのは、いろんな負荷がかかっているなという感じがしたので、ここで毎回それをやってしまうと、まあいつか怪我の発生はあるかなと。例えばストレッチとかで体が硬い人が無理やりこう柔らかくしようとしてグイグイってやると、かえって筋肉を痛めたりするっていうイメージで、LSD の後にそういうことを流しをしてしまうと、リスク的には高いかなと思うので、僕はやらない方がマシかなと思っています。で、仮に LSD 終わって、まあその後普通に生活をしていて、1日寝ましたってなって、朝起きた時にはその動きはまあ小さいままになってなくて、通常の状態に戻ろうとする力が絶対働くと思うので、そう考えれば3とか4ぐらいまで動きが戻りますよと。で、そこからまあジョックとかをして、もしポイントがあるなら流しをしてて、徐々に動きを3、4だったのを5にして、5から6とか7の流しを入れて、で、ポイント練習で8から10にするっていう形で、徐々に、やっていけばリスクは少なくなるんじゃないのかなと思うので、僕個人的には流しっていうのはあまりやらない方が、LSD の後にはやらない方がいいのかなと思っています。逆もあって、例えばスピード練習で10とかのスピード出して動きを10ぐらいの大きさをしましたって言ったら、まあ1日経ってしまうと、どうしても通常の方に戻るっていう作用が働いて、動き的には6とか7とかになってしまうので、まあその辺もですね、こう加味しながら、ポイント練習だったり練習を取り入れていただければなと思います。で、これにちょっと限りなく近いことなんですけども、 LSD を取り入れる場合は月にどれぐらいやればいいのか、あとは時間ですね、どれぐらい決めればいいですかっていう話を直接いただいたんですけども、 LSD の月の頻度、まあこれは種目によって、例えば中学生であれば1500メートルや3000メートルが長距離ってなっていて、高校生であれば1500メートルから、まあ全校高校規定の1区とかを考えれば10キロ、1万メートルぐらいまでが長距離と。で、大学になると1500メートルは中距離扱いになりますし、3000メートルはほぼ中距離の扱いになって、5000メートルとかハーフとかになってきて、で、市民ランナー、僕とかだったら、ハーフとかマラソンを中心にやるので、5000メートルとかほとんど練習の一環でしか出ないよっていう状況になるんで、それぞれのその状況によって、LSD の頻度っていうのは絶対変わってくるんですけども、もし中学生であれば、僕が当時やっていたのは、2、3週間に1回あるかないかぐらいで十分かと思います。もちろん、自分にとって、長い距離が得意不得意によっても、この LSD を取り入れる頻度っていうのは変えるべきだとは思うんですけども、あくまで目安として、そこまで3000メートルや1500メートル、もしくは5000メートルとかを走る方であれば、そんなに入れる必要はないかなと。なので、週に多くても1回、通常で考えれば2週間もしくは3週間に1回ぐらい入れれば、まあ、十分かなと思います。で、時間に関しては、まあ、最低2時間でできれば2時間半ぐらいかなと。僕は高校の頃 LSD 入れた時は最大で3時間やっていました。なので中学生であれば2時間前後ぐらい、まあ、90分とかでもいいかなというぐらいです。で、高校生になると今度5000メートルとか1万メートルとかになってくるので、週に1回ぐらいで2週間に1回ぐらい入れればいいかなと。で、
マラソン、まあ大学とかになってきて距離が長くなってきたり、市民ランナーでフルマラソンを目指してるって方であれば、週に1回とかポイントの後には必ず入れるっていうぐらい、結構な頻度で入れてもいいのかなというふうに僕自身は思っています。で、時間に関してはやっぱり長くやりすぎても、それはそれで結構精神的にきつくなってしまって、継続っていう部分ではなかなかできないので、やっぱ2時間から3時間ぐらいが適度かなと。これが4時間とか5時間とかやれば、もちろん効果は出るとは思うんですけども、それを毎週とか、ポイント練習の後にやるってなると、まあ時間を取るのもなかなか難しいですし、その5時間をやるっていう風に義務化になってしまうと、精神的に1日のほぼ、活動してる時間が仮に12時間から18時間ぐらいあったとして、3分の1ぐらいは取られてしまうというのは、ちょっとリスク的には高いし、精神的にもやろうという気持ちにならないのかなと思うので、2時間から3時間ぐらいが、まあいいところかなというふうに思っています。で、LSD をやった後、リカバリーの期間はどれぐらいが考えればいいですかってことで、そもそも僕の中で LSD は、疲労が溜まるっていうことを、はないと考えています。で、前回の LSD のことで話した、ダンランバカの話なんですけども、マラソンマンでは、また漫画の話なんですけど、マラソンマンの話で、まあ、きついポイントを練習していて、速くなるためにそういうきついことをやっていたら、疲労困憊になって走れなくなってます。なので、LSD でゆっくり走って、ゆっくり長く走って、速くなると言って、なおかつ疲労も取りながら、能力を向上を目指すっていうことがあったので、LSD で自体でそこまで疲労を溜めるっていうイメージはなくて、あくまでも疲労を取りながら、なおかつまあ目的としては血管を太くするっていう目的を持ちながらやるということなので、 LSD のリカバリーに関してはそこまで考える必要はないかなと。で、先ほどのその動きが小さいままで、流しをした方がいいですかっていうのもつながるんですけども、入れる場合としてはポイント練習の後、もしくはポイント練習の前々日に入れるのが僕の中でベストかなと。で、どうしてもポイント練習の前日に入れてしまうと、先ほど言ったように動きが、1というふうに鈍くなっている状態で、いくら1日空けたからといってやっぱ前日の影響っていうのは必ずあるので、動きが3とか4になっています。で、そこからアップとかをしてってやると、まあ、スタートの地点が3から4なので、なかなか動きっていうのは鈍いままでポイントに入ってしまって、結果、いいポイントができなくなってしまいますと。そうなった場合、なんていうんですかね、本末転倒というか、あくまでメインは、あくまでポイント練習をこなした上で、LSD とか、ロングジョックとか、普通のジョックだったりを取り入れていくのが理想なので、あくまでメインはポイントなので、そこに合わせるためには前日にやってしまうと、動きが鈍いまま、ポイントに入ってしまって、いい動きができないでポイントも質がちょっと落ちてしまうっていうのがあるので、まあ前日はなしかなと。で、ポイントの翌日であれば、まあ中1日でポイントやるってなったら話は違うんですけども、翌日であればある意味その距離走とのセット練っていう形にもなるので、僕は理想かなと。で、僕のパターンで言うと、水曜日に朝練習でポイント練習をしてますと。で、土曜日にの朝練習でポイントをしてますと。週に2回ポイントがあるんですけども、といった場合、水曜日にポイントを入れたので、木曜日に LSD を入れるパターンで、金曜日ジョックで、土曜日ポイントで、日月火って相手次の水曜日になるので、この3日空く場合に関しては中日にLSD を入れることを僕はお勧めしています。やっぱ土曜日だと僕らの中では距離走とかペース走がメインになってしまうので、そうした場合次の日に LSD でまた長く走るってなると、ペース走と距離走、距離走と距離走って内容的に被ってしまうので、そうやってしまうと本当動きが鈍いままになってしまうというところも考えて、土曜日にポイントをやりました。次の日はポイントの後なので軽く疲れを取ります。もしくはそれなりのジョックをします。で、日曜日、月曜日にですね、LSD とかロングのものを入れて、また、ポイントの前日の火曜日は比較的軽めにして、次のポイントに臨みます。で、水曜日は基本的にスピード練習が最近多いので、スピード練習した後にまた木曜日長く走りますっていうパターンでやっているので、やっぱその、あくまでもポイント練習、ペース走だったり、インターバルだったり、距離走がメイン、速くなるためのメインで、その補助という形で LSD っていうのを捉えていただければ、やっぱポイントの後にやったりだとか、ポイントの前日にやらないっていうのが理想かなと思うので、その辺をうまく加味して、あとは頻度とかを加味して取り入れていただければなと思います。で、最後にですね、LSD のポイント練習のバランスについてなんですけども、まあさっき言った通りで、で、この方なんですが、その LSD をやりすぎて疲労が蓄積して、ポイント練が十分できなくなることがありますっていう方なんですけども、で、直接お会いして話を聞いたところ、
やっぱ最初 LSD をやろうと思って、ペースを遅い、遅いペースで走ってますってなると、走ってる最中にですね、その気持ちが、高揚というか、ある程度アドレナリンが出てきて、なおかつ体も動き出して、途中で結局ペースが5分半とかになってしまうと、そうなってしまうと、もう LSD というよりもロングジョック、でもこの辺の境っていうのはなかなか難しいかもしれないですけども、やっぱ5分とか5分半で走れるってことは、もうスピード的には、まあまあ出てる方なんですね、ジョックにしては。なのでそこで5分半で、やってしまうと、もう LSD というよりもロングジョックになってして、それは疲労が溜まりますよね、と。単純に5分半だったら、まあ、5分とか5分半であれば、1時間走れば10キロから12キロぐらいは走れますよと。LSD でキロ10分でやると6キロしか走れないと。単純に倍ぐらいの距離が違うので、同じ時間やってしまうと、2時間だったら、12キロのところと20キロか24キロ、単純に距離も全然違くなってしまうので、そうすればさすがに疲労も出てしまって、次のポイント練習に対して、いい状況でも望めない。なので、ポイント練習もこなせない。質が落ちてしまうってことで、あまり良くないので、LSD と割り切っているんであれば、やっぱり8分とか、8分前後とか、できればもう僕だったらもう10分くらいかけてもいいやぐらいで走ってるので、まあそこで抑えるっていう我慢、いろんな我慢の話もしてきましたけども、レースできつい中、先頭、まあ集団についていくっていう我慢、きつい中、我慢してついていくっていう我慢ももちろんあるんですけども、上げたいっていうのを上げないっていう我慢っていうのもやっぱレースとかでも必要になるんで、この LSD でもですね、とにかくこの上げれるし、上げたくなる、調子も出てきて上げたくなるところをうまく我慢して、8分だったりとか、キロ10分だったりとにかく抑えると。で、LSD の目的はあくまでも低刺激を長時間与えることによって、毛細血管の細い血管を太くするっていうのが目的で、別にその、早く走って距離を稼ぐとかいうのが目的ではないので、とにかくその我慢をして8分とか10分を維持する。で、気持ち的に行きたくなるところを我慢する、動きも小さくするってことを大事にしていただいた方が、ポイントに、ね、練習に対して支障もなくなると。まあ、単純にですね、そのさっき言った時間、同じ時間走っても距離が違えば、その分疲労もたまらないっていうのがあるので、まあ、ぜひその、我慢っていうところを抑える我慢っていうところをしっかりやっていただければなと思います。以上ですね、LSD についてこの前話しきれなかった補足の部分を話したんですけども、まあぜひその、この夏でなかなか外、長時間35度とかの中で長時間外にいるっていうのはすごい危険なので、できれば朝、早朝ですね、日が昇りきる、気温が上がりきる前にやってしまう、もしくは僕みたいに帰宅ランで、日が落ちてきて、まあ、夜になってる日がない状況で、気温も夜になれば今だったら30度を切る状態なので、その中でゆっくり走って、長く走るっていうのも一つかなと思うので、うまくその気温とか環境を選びながらしっかり、冬に向けてですね、秋とか冬に向けてしっかり距離、プラス時間を稼いで、結果を残せるように練習をしていただければなと思います。ということで LSD の、補足について話しました。少しでも参考になって、プラス競技の向上につながっていただければなと思います。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。